はいこんにちはレトスのおのです12月13日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきますえこの3問だけではなくてえ別途過去問勉強ししていますでしょうかこの3問だけでは全然問題量が足りませんなのでえ別ッ過去問詞を使って勉強を進めていきましょう 誰しも1回や2回だけ勉強しただけでは頭に入らないので、3回4回復習する計画を立てましょう。遅くても2月中には一通り勉強を終わらす計画にしていただければと思います。そうしないと後になって本試験に間に合わないということになりますので、まずはですね、計画を立てるということですね。計画こそ合格への第一歩です。では、問題に入ります。A は B に対する金銭債権を C に譲渡した。 再建譲渡について B は C に対して確定日付のない書面で承諾をした場合 C は第三者 D に対して自分が再建者であることを主張できる丸かツかという問題です、えー、問題考えたい方は一旦動画ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで、えー、答えはどうかというとこれはツですねまあ、確定日付のないっていうところが誤りになります 債権譲渡について、第三者に対抗するためには、債務者の承諾、もしくは譲り渡しに A から債務者への通知、まあ、どちらかですね。で、このどちらについても、確定日付のある証書で行う必要があるんですね。で、今回は確定日付のない証書で承諾をしているわけですよ、債務者は。なので、この C さんっていうのは、第三者 D に対して対抗することができない。なので、誤りになるということです。 で個別書の受講者については、えー、受講者専用のメルマガから、再建譲渡の基本的なところを頭に入れていただければと思いますで。今回はちょっと無料のメルマガなので、これ以上ちょっと詳しくは解説できないんですけども、この問題、えー、意外とです、ね、理解していない方非常に多いので、しっかり理解できるようにしていただければと思います。で、問いにですね、宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合について、A は分譲の代理を他の宅建業者 B に依頼した。 B は単独でその分譲のために現地案内所を設置した場合案内所においては B のみ標識を掲示すればよいルかツかという問題ですで答えは丸ですね、えー、案内所に、えー、標識を掲示する義務があるのは案内所を設置する卓建業者ですで今回の問題文で言うと B は単独で 現地案内所を設置したと書いてあるので、B のみ案内所においてえ、標識を掲示すればいいということになります。で、分譲会社っていうのは、現地え、つまり分譲地に標識を掲示します。つまり、A が分譲会社、分譲業者なので、A は現地、分譲地に標識を掲示しなければいけません。 これ基本的なところなんですけれども、覚えられていない方、整理できていない方、非常に多い部分です。また問題文はしっかり読んでいただければと思います。読み違いで間違えることはすごくもったいないので、ちゃんと問題文は読みましょう。そしてこの問題で重要なのは、先ほどお伝えしたポイント以外にもあるんですね。でそれは問題文の読み方になります。で、この点については個別指導の方のみお伝えいたしますので、個別指導の受講生者さんは 受講者専用のメルマガからご確認いただければと思います。で、問い3ですね。え市街化区域内の農地を工作の目的に供するために取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。丸かツかという問題です。え答えはえ、許可を受けなければいけませんので、誤りですね。許可を受ける必要はない。これは誤りです。 死害区域内の工作目的による農地の取得っていうのは3条許可が必要なんですね。届け出だけで良いという特例は適用されません。届け出だけで良い特例っていうのは死害区域内の特例なんですけども、これは4条5条だけなんですね。3条は含まれないんですよ。なので、3条は原則通り3条許可が必要だということです。でなんで、この特例、3条は適用されないのか これ理由付けをして頭に入れると本試験で迷っても答えをその場で導けるようになります。でこの理由付けが理解学習の一つなんですね。なんで上記の理由については個別指導で解説していきます。 えー、丸暗記学習では本試験で頭が真っ白になって混乱する可能性がありますのでそうならないためにも理解学習ぜひ実践しましょうで、えー、この動画でですね理解学習の細かいところまでお伝えしてませんのでちゃんと理解学習をしたいという方はもう自分自身で、えー、理解すべきところを調べていくということをぜひ行っていただければと思いますで、えー、自分自身で調べるの難しいという方はぜひですね個別してご検討いただければと思います、えー、この時期であれば十分来年の試験で40点台、えー、取れる実力を つきますので一緒に勉強できたら嬉しいですあなたの英受講をお待ちしておりますレゾスの小野でした